大臣は5月18日 の、 ご自身のツイッターにおいて、この朝日新聞出版社アイラドットと毎日新聞の記者が予約行為をシステム上で行って、すぐキャンセルしたということなんですが、それについて極めて悪質な行為というふうにおっしゃっております。大臣、この極めて悪質な行為というのは防衛大臣としての見解、そして政府としての見解ということで、ツイッターの私のツイートについてはですね、これは会見の後の会見の時に私が防衛省としてのコメントを申し上げたものを基本的にそのまま写しております。その上で、極めてという部分だけは実は私が気持ちが入ってそこに追加したものでございます。極めて悪質な行為という文言を入れてあるこの発言ですね、ツイッター上のこの発言は防衛大臣としての発言、そしてすなわち日本政府としてのこの見解ということで、ツイッターの文章ですから、個人の議員個人の私見としての発言であります。個人としての発言が国民や我々国会議員から見てどういうふうにその違いが受け止められるようにされているんでしょうか。ツイッターというもの存在そのものがですね、やはり個人の意見を述べる場であると、こういう認識であると思います。防衛省としての公式な見解は防衛省のアカウントがございます。それとは別にですね、個人の意見を述べる場、議員個人としての立場を述べる場としてあると思います。ただ一方で受け取る方は私が防衛大臣としてそういう発言をしているということを認識しているということは認識、私も認識した上で発言をしているということ。中山副大臣はツイッターの発言を個人の発言だというふうに終始一貫おっしゃってますけれども、今岸大臣はですね、ツイッター上の発言でもですね、これを読む人たちは防衛大臣の発言として読むであろうと、そういう認識でツイッター上で発言しているというのをおっしゃっているんですけれども、このツイッターなんですが、これ防衛省の公式見解でもある言葉ですが、よろしいですか。アイラドットと朝日新聞の記者が不正な手段で行ったって言ってるんですけど、あの場でですね、一つはその接種券番号ですね、これについては実際のものと違う接種券番号を入力した、このこと自体がですね、不正と言われてもおかしい話ではないんではないでしょうか。いや、そのシステムに不正入力ができるかどうかを確認するのに、誰かの現に存在する個人のですね、関する正確な情報を入れる必要は私ないと思うんですね。仮の番号を入れて、仮の番号を入れても予約できるかどうかを確認することに、この取材の多分意味があったんだと思いますから、重ねてきますけど、仮の番号を入れて、不正予約ができるかどうかを記者が、新聞記者等がですね、ジャーナリストが検証することは、これ、不正な手段っていうんでしょうか。おっしゃった存在しない番号をですね、インプットするということ自体が、これはまさに不正だというふうに思います。で、大臣はですね、この毎日新聞やこのアイラドットのこの取材目的ですね、ともに公式見解を出しているんですけれども、こういう不正予約ができるかどうかというのは公益性の高さから報道する必要があると、この毎日新聞などの取材行為には公益性は認められない、存在しない接種券番号で、入力できるということを証明するかどうかということでございますけれども、その、ことについてはですね、私は手順というものがあってしかるべきだというふうに思います。システムを作った、我々が責任者だということであれば、我々に対して先にその確認がなされて、その上でないと、これは単に模倣犯を増やすことにもなりますし、実際の予約を取られたということでもって、予約しようとした人の機会を奪うことにもなるわけでありますから、まず我々に対して確認がなされるべきかというんですけど、政府参考人に通告をさせていただいておりますけれども、今回のこの毎日新聞やアイラドットなんですけれども、その両者から事前にですね、この不正予約ができるのではないかということについて事前にですね、取材の問い合わせがあったのかどうか。川崎人事教育局長。まず第1点目でございますが、朝日新聞出版アイラドットおよび毎日新聞から事前に問い合わせを受けておりましたが、回答までの期限が非常に短く、結果として取材に応じることができませんでした。今なんですが、アイラドットの取材の日時は正確なことで、毎日新聞はどうでしたか。毎日新聞の記者の方につきましては、16時45分ごろ問い合わせがございまして、準備でき次第、回答をくださいというお問い合わせでございました。準備でき次第、なぜすぐ回答しなかったんでしょうか、毎日新聞。ちょっと確認の上お答えをいたします。申し訳ございません。アイラドットからの取材で、13時20分ですね、17日で、15時締め切りでお願いされたということなんですが、当時担当の方っていらっしゃらなかったんですか。確かに1時間半って私決して長い時間ではないと思いますよ。
でかつ3時半3時過ぎてもこういう重大な取材であればですね、防衛省から連絡をして先ほどの件だけども確認できたから説明したいっていう、そういう事後の対応はしなかったのか。その時大変立て込んでおりまして、十分な対応ができなかったものと承知をしておりますが。いや、先ほどその問い合わせの時間が短かったから対応ができなかったというふうにおっしゃられたんですけど、まあ、それが立て込んでいたのでかつ事実関係を確認したいんだったらそれ正確な事実に関する答弁とならないと思うんですけれども、じゃあ政府参考人に重ねて聞きますけれども、今回の毎日新聞アイラドットの、予約ができるかどうかの、確認行為ですね、あの行為によってその予約時間に現に予約ができなかった国民というのは論理的に存在するんでしょうか。こういった不正な手段によって予約を実施する行為は当然ワクチン接種を希望する65歳以上の方の予約に影響を及ぼす可能性があるというふうに考えております。毎日新聞その2社ですね、その予約確認をやったのは何日の何時何分ですか。でかつその時点でどれぐらいのその時間帯の予約枠があるんだと思うんですけども、があったのか答弁いただけますか。質問の点につきましては、大変細かいところでございまして、これは確認するのは非常に難しいと思いますので、確認をすることが技術的に難しいように感じておりますので、お答えをご容赦いただければと思っております。予約した段階のそのシステムの状況は確認できないんでしたら、予約できる人をですね、大臣のツイッターの言葉なんですけども、65歳以上の方の接種機会を奪いっていうふうに言ってるんですけども、奪いかねないって言ってるんですが、奪いかねないものであったかっていうのは何か根拠を持ってそれは言えるんですか。あくまでも可能性でございますが、記者の方が予約をされている時間帯に65歳の以上の方がアクセスをしようとしてアクセスができなく諦めてしまう方もいらっしゃるかもしれないと。その記者の人たちが予約した瞬間にシステムが予約できない、受けられなかったら受けられないんでまた何秒か何分か置いてやらないといけないんですが、そういう状態だったというのは把握されているんですか。細部は把握をしておりません。私はこの記者の皆さんの行為は、社会通念でいうところの最高裁の判決文なんかも私研究しましたけども、社会通念でいうところ の, 正当な行為ですよね。これ取材の行為であって、その目的も手段もあるいはそれの国民に対する影響というものを今防衛省で答弁できませんでしたけれども、極めて悪質な行為というふうに大臣が言うほどのものとは私は思えないんですが、それは後で質問しますけれども、一番最後ですね、仮にこういう不正 の, 予約ということを不正目的だけのですね、こういうのは絶対あってはいけないと思うんですよ。でそういうことがもしあった場合は業務妨害等といろんな刑法犯罪も発生すると思うんですが、不正目的のですね予約というのはそれは断固とした措置を取っていただきたいというふうに思います。ではちょっと質問に戻りますが、大臣よろしいですか。大臣がさっきおっしゃられたですね、その手順があってしかるべきというところなんですが、もう繰り返しませんけれども、防衛省がその手順を主張できるほどの対応やあるいは本当に予約の機会が奪われたかどうかという事実確認もできていないんだというふうに思うんですね。報道する使命があるわけです。でそれは憲法上の言論報道の自由として認められているわけですね。大臣の私はこの極めて悪質な行為というこの言葉は、そうしたこの憲法が定めているですね、言論報道の自由、確かにこの大臣にしてみればですね、我々こんだけ一生懸命やってるのに何なんだというふうに思うのかもしれないんですが、ただ不正予約ができるっていう事実はそれはもう間違いなくて、それはなくてそれは防衛省も認めてるわけですから、それに対するこの確認行為としての予約、そしてまたすぐキャンセルしたという行為があったわけなんですけども、それに対して極めて不正な行為っていうような言い方をするのは憲法の定める言論報道の自由、そうしたものとの関係では配慮を欠いた発言だったというふうに思われないでしょうか。極めてという形容詞がつくかつかないか、これはその気持ちの問題ですから、そこで論じるような話では私はないというふうに考えます。いずれにしても、このマスコミとしての使命とおっしゃいますけれども、それそのことがですね、不正をしてまで、やっていいかどうかという問題であるんではないかというふうに思います。いわばこれ例は適切じゃないかもしれないけど、行きもしないレストランに仮名を使って予約する、そしてキャンセルする、こうしたもんじゃないでしょうか。レストランとしてはこれはちょっと迷惑な話だと思いますけども、この取材はですね、取材の意図というのはこれははっきりマスコミ各社は言ってますけれども、やはり公益性があると。で多分その公益性というのはですね、やはり大臣がおっしゃるとおり、この不正予約というのがなされたらいけないわけですから、そういうシステム上の欠陥があるということを世に明らかにすると、初めは防衛省に取材したんだけどそれ答えないので、世に明らかにするというわけですから、それは行きもしないレストランに予約して嫌がらせをするというのとは全く違う行為だと思う。公益性のある正当
ような取材行為であって、不正行為ではないというふうに思うんですが。取材の段階でですね、もうすでに不正な入力をされていたわけですから、おっしゃることはちょっと通らないと思いますね。不正を不正だというふうに考えます。大臣はあえて極めてという言葉をつけられていますけど、気持ちの問題とおっしゃいましたが、どういう気持ちを込められたんですか、この極めてという。私はそういうことが嫌いです。ですから、その気持ちを表したものであります。大臣、取材がなければ、一般の国民や我々国会議員は、防衛省のこの大規模接種のシステムが誰でも予約ができるような状態だったということをどうやって知り得たんでしょうか。それは国会や国民は知らなくてもいいことだというふうにお考えなんですか。予約のサイトにも書いてありますけれども、実際の接種券を手元に用意して、そこにある接種ナンバーを、接種券ナンバーを入れる、市区町村番号を入れる、こういうことをお願いしているわけで、もともとそういうものじゃないものを入れるということは想定してないわけですね。そしてそのこと、しかしながら結果として、もちろん予約が取れてしまう。これは別の機会でもご説明しましたけれども、市区町村のシステムとつなげないこと、つなげることのメリットが小さいということから判断したことでありますから、二重予約、あるいは不正でも予約ができてしまうということは、事前に分かった上でお願いをして、正しい予約を入れてもらうようにお願いをしていたところであります。小西洋之君、かみ合わない答弁に残念ですが、終わります。